こんにちは。私たち学習院大学は本日ギャップイヤーを応用したデモワーク型奨学金システムの提案を始めさせていただきます。よろしくお願いします。突然ですが問題です。大学4年間でかかる機械費用はどれくらいでしょうか。100万円、400万円、600万円、1000万円。正解は1000万円です。一般に私立大学でかかる4年間の学費は400万円、高卒で4年間働いたときに得られる収入は600万円と考えられており、よって大学進学によるかかる機械費用は1000万円と考えることができます。大学に行くってとっても費用がかかることなんですね。こちらは奨学金の受給者の推移を表したグラフでございます。グラフより平成15年度から今日に至るまでのおよそ10年間、奨学金受給者の数は増加傾向にあることが分かります。一方で近年徐々に減少してきているものの、奨学金を借りたものの返済できずに滞納してしまう人たちが一定数存在することも事実でございます。ではそもそもなぜお金をかけて大学に進学するのでしょうか。私たちは神奈川県の高校3年生と学習院大学の学部生にアンケート調査を実施いたしました。その結果、就職のためとの回答がおよそ 40% と最も多くの割合を示し、続いて大学に行くのが普通だからやなんとなくといった割合の理由の人たちもおよそ 40% に至りました。このように多くの人たちが就職のためまたなんとなくといった理由で大学に進学する今だからこそ、私たちは大学に行って勉強するとはどのようなことなのか、また働くとはどのようなことなのか問い直したいと思います。これより私たちが提案するギャップイヤーを応用したデモワーク型奨学金システムについて説明させていただきます。本日の発表の流れはこのようになります。まずはじめにデモワーク型奨学金システムとはどのようなものなのか説明し、具体的な展開例について説明いたします。これまでお話ししたように、私たちは現行の奨学金制度に関する問題意識を2点挙げました。1点目は、そもそもわざわざお金をかけて大学に進学することの価値を大学生自身が認識していない点。2点目は一定数存在する奨学金の滞納者の問題です。これらを改善するために、私たちはギャップイヤーを応用し、デモワーク型奨学金システムを提案いたします。これによって学生の就業・就学意識の向上、また奨学金の将来の返済負担の軽減、デモワーク受け入れ企業につきましては新しい CSR 活動の促進と知名度の上昇といった効果が期待できます。では先ほどからお話ししているこのギャップイヤーとは一体何なのでしょうか。こちらについて平川より説明いたします。そもそもギャップイヤーというのは、高校を卒業してから大学に入学するまでの間、約1年間という猶予期間を設け、その期間の間に働いたり留学をしたりすることを指します。主に海外で普及しています。また日本では東大などで導入が進んでおります。次に海外の例としてオーストラリアの例を見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。こちらのグラフはギャップイヤー利用者数の割合を示したものなのですが、1999年から2000年の間は 10% であるのに対し、2009年から2010年の間は 24% と10年で倍増していることが分かります。そもそもギャップイヤーとはどのような効果があるのでしょうか。次のような研究結果が出ています。就学後のモチベーション、企画力、忍耐力、適応力、時間管理能力において未経験大学生に比べてギャップイヤー経験大学生の方が高くなるという研究結果が出ております。ギャップイヤーにはこのような効果がたくさんあるんですね。私たちはこの効果に着目し本提言を行いました。次に本提言の詳しい内容について今度から説明したいと思います。
今回提言する、私たちが提言をするのはこちらです。デモワーク型奨学金事業というものです。現行制度 との主なフローは同じでございます。最初に募集、申し込み、審査、奨学金の採用が決定され、その後受給が開始され、在学中のフォローアップを経て卒業し、返還が開始されるという、この主なフローは現行制度と変わりません。違うのはこちらの採用決定後から受給を開始するまでの間にギャップイヤーという1年間の猶予期間を設けまして、この間に学生はデモワークに専念をします。つまり現行制度と違うのはこちらの3点です。1、デモワーク先の検討。2、デモワーク先とのマッチング。3、1年間デモワークに専念することです。それではまず一番最初の募集段階から説明していきます。募集はウェブサイトで行います。このように制度説明、デモワーク先のマッチング検索機能、デモワーク先の紹介ページ、オンライン上での説明会開催、返済シミュレーション機能などのコンテンツを充実させていきます。こちらが私たちの作ったホームページの例です。このようにホームやデモワーク型奨学金とはというページや、学生ログイン、企業ログイン、お問い合わせというページを作ります。企業ログインでは、参加する企業にこちらにログインしていただきまして、企業情報や採用情報などを入力してもらいます。学生ログインでは、学生が参加ログインをし、この中で企業の情報や採用情報などを見ることによって、デモワーク先の検討に活用してもらおうと考えています。またこのように説明会についてもこちらで広報していきます。次にこのようにデモワーク事業についても詳しく説明します。そして現行制度とデモワークとの違いについても詳しく説明します。そして申し込みです。申し込みもウェブサイトから行います。このように必要事項を入力し、最後に希望職種、希望デモワーク先についても入力します。そして貸与審査を経て奨学金の採用が決定された後、学生と企業のマッチングを行います。企業は面接などを通じて学生を選考し、採用を決定します。マッチング後には学生は1年間デモワークに専念します。この間企業は学生を5段階で評価します。評価基準はグラミン銀行の例を参考に、勤務態度を重視したものとします。こちらが評価シートの例です。評価の高い学生にはボーナスを支給します。デモワーク後にも、4、在学中のフォローアップ、5、デモワーク先への就職も可能、6、レビューを書くということを考えています。まず在学中のフォローアップとしては、集会を開くことを考えています。本制度を利用した先輩後輩の交流による縦のつながりを強化することによって、デモワーク中に高めたモチベーションを維持したり、中だるみの防止に努めます。そして就職活動時にはデモワーク先への就職も可能とします。最後に学生はこのデモワークをした感想や本奨学金制度を利用した体験談などをレビューします。こちらをホームページで公開することによって、本事業の学生の利用者増加につなげたり、また参加企業の知名度向上につなげたいと考えています。本事業の具体的な展開例についてこちらで説明します。東京都豊島区をモデルに考えました。私たちのアンケート結果によると、デモワークをしたいと考える学生は 17% 存在することが分かりました。これを参考数値としまして、豊島区に当てはめると457人がこの事業に参加すると考えられます。この457人のマッチング相手には中小企業を考えています。理由は2つほどあります。1つは大企業では高卒を受け入れるのは厳しいですが、比較的中小企業の方が受け入れやすいという点。もう1点は
中小企業の方が規模が小さいため、採用などの意思決定のスピードが速く、それにより学生はデモワークにスムーズに移ることができるということです。これにより豊島区には中小企業が 19,547 社存在し、このうち最低でも 2.3% にご参加いただくと457社の参加となり、1社当たり1名受け入れてもらうことで事業として運営が可能となります。ゆくゆくは豊島区から関東そして日本全国へと事業を広げていきたいと考えております。続きまして本事業の効果について薄井から説明します。デモワークを行うことによって企業と大学生からのメリットを紹介いたします。まず大学生からです。大学生は1年間のデモワークを行うことによって大学に行くためのお金を稼ぐ大変さというものを実感します。ここから学業への意識を高めること、就業意識の向上、安易な奨学金の借りすぎを抑制すること、そして返済負担の軽減といった効果が考えられます。返済負担の軽減に関しましては以上のような試算を出しました。高卒1年目で得られる平均収入は158万円と呼ばれています。ここから生活費を引いた54万円を学費に充てると、従来の奨学金に対して月々2000円から5000円の負担の軽減となります。これにより延滞者を削減することが可能となります。また企業のメリットとしては、中小企業にデモワークに参加してもらうことによって学生に名前を知ってもらうというメリットが考えられます。ここから中小企業への理解が深まり、ミスマッチの解消や就職のミスマッチの解消や大手志向の緩和といったことが期待されます。これにより全国の中小企業への就職がより身近となります。またもう一つの効果として、新しい CSR 活動の促進という面があります。これは CSR 活動というのは、近年企業の CSR 活動に対する取り組みが重要視されており、 ESG 投資などにおいて重要な観点となっております。中小企業全体でデモワークを行うということによって、新たな CSR 活動を行う事業になるのではないかなと期待しています。また次に問題点と解決策についてご説明いたします。まず1年遅れに対する抵抗感です。学生はデモワークを行うことにより1年間遅れてしまいます。これはアンケート調査を行ったところ、ギャップイヤーを利用したいという学生が4割程度いることから、デモワーク事業のメリットを学生に積極的に広報することで対応が可能と考えました。大学での取り扱いについては、休学費を免除してもらうなどの提携が必要となってきます。またデモワーク事業の運営主体をどこにするのかということに関しては、サイト、ホームページ上での運営をメインとして学生支援の団体等と一緒に連携をし、また、デモワーク生がサイト運営のサポートをするということで解決したいと思っております。最後に長谷川からです。それでは発表をまとめさせていただきます。私たちは今回この事業について考えるにあたり、自分が一大学生であることの価値を再認識し、また学べる環境にいることのありがたさを実感することができました。現在4人に1人が奨学金を借りていると言われており、また9月入学やギャップイヤーの導入など新しい学生生活のスタートの仕方が検討されている日本において、私たちの提案するデモワーク型奨学金事業が多様な学生生活の中の一つの選択肢として、これからの日本を支える若者の新しい支援の形となることを願っております。参考文献です。これで私たち学習院大学の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。